本日の動画は土星の衛星エンケラドゥスをご紹介いたします。項目ごとに解説をしていきます。1. エンケラドゥスの概要。 2. エンケラドゥスの地形と地質の謎。 3. エンケラドゥスの地下海に潜む生命の謎。 4. エンケラドゥスの探査計画と将来の展望の順番で解説していきます。ではご覧ください。エンケラドゥスの概要。エンケラドゥス、それは宇宙の中で輝く氷の世界です。この氷衛星は美しい地形と驚くべき特徴で満たされています。まずはエンケラドゥスの大きさからご紹介しましょう。直径は約 504km で、地球の月よりもわずかに小さく、私たちが想像するよりもコンパクトな天体です。さてエンケラドゥスは地球から約12億キロメートルも離れた場所に位置しています。私たちからは非常に遠い存在ですが、その美しさと神秘さは私たちの心を魅了します。地球からエンケラドゥスまでの距離をイメージすると、太陽から土星までの距離と同程度になります。さらに、エンケラドゥスの表面温度は非常に低く、約200度から170度の間です。この極寒の環境では、水や他の化学物質が氷として存在し、独特な地形を形成しています。エンケラドゥスの特徴の一つは、その表面に広がる氷の噴出孔や破片があります。これは地下海からの水の噴出によって形成されるもので、その様子はまさに驚異的と言えるでしょう。またエンケラドゥスには氷のクレーターや溝、山脈など多様な地形が存在します。その中でも特に注目すべきは地下海の存在です。エンケラドゥスの地下には深さ数十キロメートルにも及ぶ液体の水の海が広がっていると考えられています。この地下海は地球上の生命が存在する可能性が高い場所として科学者たちの興味を引いています。エンケラドゥスの地下海に潜む生命の謎。エンケラドゥスの地下海に潜む生命の謎は宇宙探査における最もエキサイティングなテーマの一つです。エンケラドゥスの地下海は地球上のどの生態系とも異なる独自の環境を持っており、科学者たちはそこに潜む可能性のある生命の存在について興味津々です。まずエンケラドゥスの地下海の特徴を考えてみましょう。この地下海は厚い氷の殻に包まれており、その下には液体の水が広がっています。地球の海と同様に、エンケラドゥスの地下海でも水は生命の基礎となる重要な要素です。水中には酸素や栄養素などが溶解しており、これらは生物の生存に不可欠です。エンケラドゥスの地下海では地球と同様に太陽光が直接届かないため、光合成によるエネルギー供給は期待できません。しかし地球の深海でも見られるように、化学合成によってエネルギーを得る生物が存在する可能性があります。地下海の水には硫酸塩やメタンなどの化合物が豊富に含まれており、これらを利用して生物がエネルギーを得ることが考えられます。またエンケラドゥスの地下海では高温の水が噴出する噴気穴と呼ばれる地形が観察されています。これは地球の深海の熱水噴出穴と類似しており、そこには多様な生物が生息しています。エンケラドゥスの噴気穴でも同様に生命の存在が期待されます。高温の水が噴出することで水温や栄養素の供給が変化し、特殊な環境が形成されるため、生物の生存に適した場所となる可能性があります。地球の深海でも厳しい環境下で生息する生物が発見されており、エンケラドゥスの地下海でも同様に驚くべき生命の多様性が存在するかもしれません。私たちの理解を超えるような生命の形態や特性が存在しているかもしれません。地球の深海ではバクテリアや古細菌などの微生物が豊富に見つかっています。これらの微生物は極端な環境に適応した生命体であり、高温や高圧、低酸素などの厳しい条件下でも生存しています。エンケラドゥスの地下海にも同様に微生物が存在する可能性があります。それらの微生物は地下海の特異な環境に適応し、独自の生存戦略を発展させているかもしれません。例えば硫黄を利用してエネルギーを得る硫黄酸化細菌や、メタンを利用するメタン生成細菌などが考えられます。また地下海の生物は極めて遅い生命活動や低栄養状態でも生存できる特性を持っている可能性もあります。もしエンケラドゥスの地下海に生命が存在する場合、それは地球外生命の存在を示す重要な手がかりとなるでしょう。地球外生命の発見は私たちの宇宙観を変えるだけでなく、生命がどのように進化し得るのかという根本的な問いに対する回答を提供する可能性があります。しかし地下海に潜む生命の謎を解明するためには、エンケラドゥスへの探査が必要です。現在 NASA などの宇宙機関が
エンケラドゥスの探査ミッションを計画しており、その結果によって地下海に潜む生命の存在や特性について新たな知見が得られることが期待されています。エンケラドゥスの探査計画と将来の展望。エンケラドゥスの探査計画と将来の展望について、わかりやすく解説してみましょう。現在、エンケラドゥスの探査計画は NASA を含む複数の宇宙機関によって進められています。その中でも最も注目されているのが、NASA の、エウロパ、クリッパー、ミッションです。エウロパ、クリッパーは、エンケラドゥスの氷の殻を突き破り、地下海に到達して生命の存在やその特性を調査するミッションです。この探査機は、エンケラドゥスの表面に着陸するのではなく、複数回のフライバイ、接近飛行を繰り返しながら観測を行います。エウロパ、クリッパーには、高性能のカメラや分光計、磁力計、レーダーなどの科学機器が搭載されており、地下海の水の成分や温度、地殻の厚さ、噴気穴の活動などを詳細に調査することができます。また、生命探査のためには、生物の存在を示唆する化学物質や有機物の検出も重要な目標となっています。さらに、エンケラドゥスの探査が成功すれば、他の氷衛星や太陽系外惑星における生命の存在にも希望を持つことができます。氷衛星は太陽系内でよく見られる天体であり、エンケラドゥスのような地下海が存在する可能性が高いためです。そのため、エンケラドゥスの探査結果は、将来的な探査計画や宇宙探査技術の進展にも大いに影響を与えることが予想されます。私たちは限られた地球上で生命の存在を確認していますが、宇宙の広大な領域にはまだまだ未知の可能性が広がっています。エンケラドゥスの探査は、私たちが地球以外の場所で生命を見つける可能性を追求する重要なステップです。エンケラドゥス解説動画はいかがだったでしょうか。宇宙の謎は数多くあり、科学が進むにつれ謎は増えるばかりな気がします。動画作成を通じて学ぶきっかけがあり、次の動画作成の励みにもなります。また貴重なご意見等もお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。